強してるぜ。大間さんが攻める。寝技じゃねえか。悪くねえ作戦だが、残念だったな。お前軽いんだよ。寸止め。気づかなきゃやっちまってたぜ、ガキ。女！隠しても無駄だ。匂いでわかる。てめえ一体何が狙いだ。お前の子を産みたい。一目見てわかった。お前は強い。私はカルラ。お前私の夫になれ。プロポーズ？なんで突然求婚？じい様が言ってた、強い子孫を残すことが宗家の使命。あのお嬢さん、どういうことか説明して。私と子を作ろう。無視っすか。およそ理解不能な突然の求婚に和夫たちは大いに混乱した。だが本日この場で最も混乱していたのはこの男。子、夫、俺がこの女と。こいつは何を言っているんだ。あの大間さんが戸惑っている。さあ子を作ろう。お前と私の子。